Hi guys, this is Akko and welcome back to the Acolyte channel. Hope you're enjoying the series so far. We're back at it again with Attack on Titan. Don't forget to follow the Facebook page, link below, to keep up with what's coming up next. So, let's get it.調子に乗るなよ、シンペ。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長が付きっきりになるのと。オルオ、変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさか、リヴァイ兵長の真似してるつもりじゃないよね。これからよろしくな、エレン。しかし、未だに信じられないな。巨人になれるなんて。 リヴァイ班の4人、兵長が選んだ調査兵団きっての精鋭、俺が暴走したらこの人たちに殺されることになる。やあ、リヴァイ班の皆さん、調子はどう？私は今捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはエレンも協力してくれるよね？すみません、 俺の一存では何も決められないんです。ところで、巨人の実験とはどういうものですか？やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは。大変です、ハンジ分隊長。被験体が捕まえた巨人が 2体とも殺されました。なんだって。<笑>おい、
見方、アルビ、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、大丈夫？何かひどいことはされてない？ねえよ、そんなことは。それより被検体の巨人が死んだけ、そっちで何か聞いてないか？見張りの兵士が犯人が逃げていくところを見ているんだ。正体は不明だけど立体軌道で去っていったらしい。僕たちも無断で立体軌道装置を使ってないか調べられたけど、結局 誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン！お前らここにいるってことは調査兵になったのか。じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか。兄は憲兵団だ。マルコは死んだ。じゃあまさかお前まで。今何て言った？ マルコが死んだって言ったのか。誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。どんな最後だったかもわかんねえよ。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握するすべを持ち合わせてねえと。ああ、そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。 このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。なあエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちり値踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかもな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。ああ、 最後に勝利するのは俺たちだ。
いよいよだ。これより人類はまた一歩前進する。お前たちの成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。 私たちは本体の進路にいる巨人を排除して彼らの進軍を支援する。油断しないで。大通りで複数の15メートル級を確認。この通りは避けるか。この通りは旧市街地の出口への最短ルート。本体との接触前に奴らを倒す。 旧市街地を抜ける。総員、進め。ごめんなさい。これで本体が通れる。大通りでさらに多数の15メートル級を確認。さすがにこの数は避けるべきか。 出口まであと少し。一か八かやってみる。
遅れだった。本体は迂回ルートへ移った。あっちは苦戦してるのかよ。通り抜けられる。ありがとうミカサ。私も一緒に行っていい？ミカサ、かっこいい。邪魔しないで。味方が苦戦している。行かないと。蹴散らして。道に積もった瓦礫を砲台で片付けたいんだが、どうにも巨人が邪魔でよ。それなら先に巨人を排除してから砲台を使うしかないでしょう。ミカサすげえな。俺とは動きが違うぜ。なければ勝てない。進軍ルートは確保できた。さすがミカサ、任せて正解だったよ。お前と一緒に行けば楽できそうだ。応援だ。助けに行かなきゃダメか。次また。主席のミカサ様だ。ありがとう。惜しい。よくやった、アッカーモ。このまま連携して作戦を続けるぞ。
前に。そろそろ本体が旧市街地を抜ける頃だ。前段が上がっている。一体何が起きているの？狙う。戦わなければ勝てない。出口に飛行手が現れた。これじゃ旧市街地を抜けられないぞ。飛行手なら直接倒すしかない。
これで無事に旧市街地を出られる。ここからが壁外遠征の本番。Okay guys, we're going to leave it there. I hope you've enjoyed this episode. Next episode will be our 10th one in the series, so stay tuned, and I will see you then. Bye guys.